をコメント来てほしいんじゃん。どうぞ、ブンブン。今はもうあの声がインターネットには入ってるので、喋ってみて。あまり喋らん。あ、じゃあこなしてさ。あ、でもそんなに知ってない。ありがとうございます。別な人に聞いて。今、ブラジルにいるおばあちゃん元気かぐらい言っとけ。行ってみる。ブラジルの職員。お前がブラジルの皆さん聞こえてますか。どんなだけ、こっちだよね。お前これ噛むなよ。あ、噛んでもいいけど。面白い声で言いますか。噛め。でもさ、放送されてんの。されてるよ、されてるよ。あ、そう。面白い声です。マイクついてる。まだ。オッケー。みんな覚えてる。俺最初言わないよ。よし、頭を真っ白にしてやれば大丈夫。真っ白にしてやるの。純正真顔で言ったら怖いよ。棒読みでいいんだよ。あ、待って、キッズラジオイエーイ、はい、そう、イエーイって言えよ、ちゃんとイエーイ。で、CM、 イエーイで CM。 あと40秒、あと40秒。曲入って、その後ヒノンが、じゃあヒノン、あと40秒。あ、ま、チャンスっていつ言うの。あら、あっちの人が2回目、あっちの人がせーのって言うわけさ。で、そしたらまずまあ、これだけ。あと20秒です。あ、まず最初これだけだろ、最初これだけ。大丈夫、大丈夫。待ってけ、もう。あ、待って、スタートって言ったら、みんなで言うの。レムスケがあるだろ、最初。ヒノ、もっと近づかないとだよ。10秒前だよ。8、あ、俺最初。そこ言う。5秒前、4、3、2、1。MSKR! マシキのスペシャルキッズラジオ、イエーイ。いいの。あ、終わった。聞け、流れてる。あ、聞いてどうする。今ちょっと曲流します。いや、チャンスいいよ。あ、次あるぞ。次のチャンス。チャンス、これ終わったら。この歌が。で、また同じこと言う。そしたら、お前はこれをやればいい。はい、はい、いける。聞いといた。いきますよ。死ぬ、大きい声。いくよ。いいよ。チャンス。MSKR マシキのスペシャルキッズラジオ、イエーイ。僕たちは宜野湾市観光振興協会に宿場体験できているマシキ12年です。これから今流行っていることライフプランを今日限定で6人で放送したいと思います。練習期間が3日間しかなかったので、温かい耳で聞いてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめに自己紹介からやりたいと思っています。やります。まず1人目から。はい。益城12年の川上龍斗です。サッカー部に入っています。チョコレートが大好きです。よろしくお願いします。益城中2年の池原陸人です。サッカー部に入っています。運動することが好きです。よろしくお願いします。益城中2年の中曽根成人です。ハンドボール部に入っています。体を動かすことが好きです。よろしくお願いします。益城中2年の矢吹純正です。サッカー部に入部しています。みかんを食べることと絵を描くことが好きです。よろしくお願いします。益城中2年の矢吹正也です。サッカー部に入っています。アイスクリームが大好きです。よろしくお願いします。最後に言います。益城中2年の池原伊能です。サッカー部に入っています。将来の夢は野球選手です。お願いします。今流行ってることを説明します。紹介します。今益城中の2年の一部で釣りが流行ってるんですけど、じゃあ釣り行ったことある人この中で。はい4名。じゃあどんなの釣ったことある？リキト。釣ったことがありません。お前に聞いてよや。どれぐらいの釣ったことある？20センチぐらい。まあまあですね。じゃあ、まさやは。35。おっきい。でかい。あ、成人どんなの釣ったことある？15。ちっちゃいですね。おお。じゃあ、純正は？20センチぐらい。それ、魚ではありませんね。
じゃあ、俺たちまだ初心者なんで、なんか、宜野湾市での釣りの情報があったら、どんどんコメントお待ちしています。お願いします。イェーイ。イェーイ。次って。次は、はい。鉛筆回り。まず、みんな鉛筆回り知ってる？なんで鉛筆、なんで？わかんない。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 それ全然わかんない。今伝達してこない。今僕の隣にいないことを I can't forget to you。 I can't forget to you。 このラジオを聞いてて鉛筆回りのことを知っている人や質問のある人はどんどんコメントして。はい、オッケー。で、まず鉛筆回りってどんなんだよ。あれ、手と、あ、まず寝て、あ、寝て眠って、手と足をピンって伸ばして、うん、ただ横に転がるだけです。めっちゃ簡単やっしかそれ。あ、マット体操的な。そう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 、小学校の時にやった。マジ？やってない。みんなわかる？やってない。俺はやった。誰もやってません。絶対知ってる人いるわ。絶対いないだろ。どんな時にやるの？あ、ね、マット運動やるときに、前回りとかのときに、あれ、目回るから、その前にやって、目回るのに慣れとく。だそうです。無理だと思います。一応、できるかもしれんやし。できるかもだそうです。まあ一応、知ってる人はコメントしてください。もうどんどんコメントよろしくお願いします。はい、どうぞ。はい、益城中学校2年生の皆さん、FM ギノワンにようこそ。今、ちょっと駆け足になって、みんな緊張しているみたいで、1個 CM をすっ飛ばしまして、ね、皆さんの今、ハマっていることを紹介してもらったんですけれども、ですね、FM ギノワン、この MSKR、マシキのスーパーキッズラジオを今放送中なんですけれども、皆様からのメッセージやメールなどお待ちしております。皆さんと中学校では今釣りが流行っているということとか、あとね、鉛筆回りだった、はい、鉛筆回りというちょっとね、私も聞いたことないんですけど、っていうのが流行っているということなので、皆さん知っているという方いらっしゃいましたら、FM ギノワンにメールを送っていただくか、またお電話でも大丈夫ですし、今日 FM ギノワンはインターネット放送もしております。ツイキャスやユーストリームでも配信しておりますので、そちらの方でコメントしていただきたいなと思います。 FM ギノワンのメールアドレス分かる人いますか？はい、FM ギノワンのメールアドレス797@fmginowan.com。 はい、正解です。もう一度お願いします。 FM ギノワンのメールアドレスは797@fmginowan.com。 はい、797@fmginowan.com が FM ギノワンのメールアドレスとなっております。はい、今ラジオをお聞きの皆さん、中学生が今ね、特別に番組をしているので、ぜひぜひ中学生に聞いてみたいこととかありましたら、メール送っていただきたいなと思います。さあ、それではちょっと1曲をお届けしましょうかね。はい、ね、みんなの好きな曲をいろいろ教えていただいたんですけれども、じゃあ沖縄の歌を、沖縄の歌ですね沖縄出身のアーティストの方の歌を1曲教えていただいたので、その曲をお届けしたいと思います。誰のリクエストだったかな、モンゴル800リクエストした人。あ、昨日じゃあ、曲紹介できますか。お、いけ、お、いけ、日の曲紹介、はい、曲紹介の曲紹介、はい、モンゴル800のの、あ、はい、琉球あい歌だったと思いますはい、お届けします。緊張しすぎだろ今拾われてます。あ、そう、今も入ってないマイク今入ってないです。オッケーオッケーオッケー。あ、もうやばい緊張しすぎ。あ、待って、グワグワやるの。やるやる。じゃあこのライフプランの前に俺が言うよ。あ、視聴人数4人、すく計16人。あ、待って、グワ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 グ
練習していいの？あ、映ってんのか見て。練習してください。だったらこの後にハマってる動画からやめっちゃったなんかあれあれかもっと話題があるし あ、PPAPR なんかもう釣りの話とかもうちょっとなんかないあ、でももうライフプランの時間でもコメント来ないとあ、そういうことねじゃあもうする前にあ、場所あ、釣りの中学生が釣りしてる場所あ、言うの忘れてたあ、行っていいのあ、今はあ、終わったらあ、じゃあ僕たちは釣りをしてさっき言った釣りの話のあ、続きをしたいと思いますはじゃあ3分くらいできるかなあと3分あ、じゃああと3分でこれ話とアポーペンやってそんなモノマネはそんな急いで詰めすぎたらあとあとそんな詰めすぎたらあとでもジャンプアクアはやりたいじゃあ残しとくか最悪のピンチの時のために何言ってるかがわからん純正説明が耳に入ってたの深呼吸あと曲の残り20あ、これは今ちょっと関係ないよあ、9分も使った9分使いましたねいくらしたいあ、なんか赤ランプなんか悪い意味違って、大丈夫大丈夫これ CM じゃないあ、お母さん言わなきゃいけないの10世の次言えばなんとかなるんだよで、あ、で、10世なんていうの次の場所行って3分くらい稼いであ、そしたらライフプランあ、マスターの CM じゃあガッガーは1人増えたもし SNS でじゃあもしあれの、なんかヤバくなった時だったらそれために残しとく CM 来たCM 来ましたね外した外してないですね長浜モーターさん CM 行ってなかったのかなおーいかあもうちょっと始まるまた行きますよちょっと待って何をですか最初ちょっと曲再起入れますしたら釣りのお話行きましょうかもうマイク入るの途中なって最初なって言ったすぐ入らないマイク入るとき言ってください、はい、曲が入る曲が入るその時に純正が言って入ってよあどうする純正がこのこれ話した後どうする次の続きいきましょうかどんどん話しぶければいいさどうするじゃなくてどんどん喋ればいいなきさみんな喋ったよかねメール来ましたね嘘何て書いてあるメールありがとうございますって思っとけばどこにこっちで 見れるかな見して見してメールをとメール来ましたって言ってこのメールの内容を読んであげてください字の嫁はあもうこれ入ってるんですかうんまだまだでまだ入ってる字の邪魔だあすいませんこれ俺らが触れるの、うん、こんにちはあ、違う最近あった、ここにある誰から来てるこれお名前、五郎さんってなってますね五あ、五郎って書いてる五郎さん、ありがとうございますって言うかじゃあ、いいですかはい、はい、じゃあ行ってますよ行って人生全部読めない、見えないペンネーム五郎さん何して遊ぶみたいマイクあげまーす今メールが届きました。お名前五郎さん、ありがとうございます。ありがとう。益城中学の皆さん、こんにちは。こんにちは。みんな元気、面白いね。休みの日は何して遊びますか？出かけるの？ゲームするの？最近ハマっている遊び教えてください。だそうです。はい。じゃあみんな最近何ハマってる遊び？遊び？遊び。遊ばない。遊ばない。遊ばない。家で寝てまーす。お前釣りじゃん。あ、まあ、時間がある日は釣りに行ったりとか。どこで釣ってますか。なんだっけあれなんだっけマルシェの近く。あのなんか、ピンクイホテルがあるなんか近く。あれの裏。まあ、昨日漁港でしょ。だそうで確かに。釣れるの？釣れ結構釣れるよ。ちっちゃいのが。三十センチあでかいんだったらリュートの身長こすぐらい。ちょっと本当100
リュウトちっちゃいから150ぐらい。俺157あるし。おお。なんで157あるって。何センチ何センチ、もう一回もう一回。157センチ。おお。さ。髪のさ。他にハマっていることありますか？ああ、この五郎さんが来たようにゲームしたりとか。ゲームはしません。いりません。アガリオは？いいです。はあ、アガリオハマったりとか。アガリオハマってる人いるんじゃん。うん。どういうのか分からへん。ああ、細胞ゲーム？なんか細胞ゲーム。粒が粒を食べるやつ。そう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 。丸が丸を食べるやつ。じゃあ次の子でいきましょうか。はい。次は。ライフプランをやりたいと思います。イエーイ。はい、最初はリュウトがやります。はい、一つ目は高校に合格することです。どこの高校ですか？普天間高校です。それでいいんですか？それでいいです。わかりました。二つ目はチョコレート工場を作るです。どこにですか？宜野湾市にです。はい、何歳ぐらいで作りたいですか？30歳ぐらいで作りたいです。遅いですね。まあ、ちょ、頑張れ。頑張ってください。三つ目は20歳ぐらいで結婚することです。おー、誰とですか？誰と結婚する？うん、まだ決まってません。今彼女はいますか？はい、次の人行きましょう。はい、リソでーす。はい、リクト。はい、次リクトです。一つ目は高校に受かることです。どこのですか？いい高校。沖縄にいい高校ありますか？あるね、お前、失礼だろ、お前。すいません。二つ目はマンションに住むことです。どういうマンションですか？高いマンション。どのくらいですか？30階ぐらい。おー、大きいですね。3つ目は犬を飼うことです。どういう犬ですか？何犬ですか？何犬って、ちょっと僕たちの友達にいる名前似てますね。確かに成田さんでしたっけ。似てます。はい、次は成田くんお願いします。1つ目は仕事に入ることです。どういう仕事ですか？お金が高い。例えばどんなところですか？わかりません。調べといてください。宿題ですよ、宿題。二つ目は一軒家を買うことです。どう一軒家ですか？二階建て。どこに作りますか？宜野湾。宜野湾、宜野湾はとてもいいところです。暗いけど声が。三つ目は23歳ぐらいに結婚することです。誰とですか？誰と？決まってません。今彼女はいるの？いない。いるそうです。はい。一つ目が海宝高校に入学することです。あ、名前言ってないんじゃないですか？あ、純正の、ライフプランは。とりあえず高校が、海宝高校に入学することです。おお、いいですね。頭いいな。で、二つ目がこれだろ。それその高…ん？あ、なんでもない。その海宝高校の美術探究科で、美術をしっかり勉強して将来、絵を描いて生きていきたいです。この人はとても絵が上手いです。ありがとうございます。それな。ありがとうございます。次最後はその金ででっかい一軒家買うことです。どこにですか？宜野湾の海沿いがいいですね。海はとても綺麗ですね、沖縄は。はい、そうですね。はい、じゃあ次。次マサヤのライフプランは大きな会社を作る。どういう会社ですか？は？あれ、東京にあるみたいな大きい建物の会社。はい、はい。次は海の近くに一軒家を建てる。いいですね。いいですね。最後、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 最後。りょうと18か19歳で結婚します。りょうって誰ですか？りょうって誰ですか？今の彼女です。おー、はい、最後ひのん。はい、ひのんくん。ひのんのライフプランは
大人になっても運動してせめて100歳まで行きたいですせめてですねせめて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 まず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 で次は沖縄の人たちを健康にして平均寿命を伸ばしていい国にしたいですあ独立独立しようとしてるわいい島にしたいです小声で言うなや真剣平均寿命をどんぐらいまで伸ばすの？ギネスを超えたいです全員はい全員140オーバーだでスポーツトレーナーになりたいですどんなスポーツよ運動ですどんな運動だあ運動のスポーツだったら何でもいいですスポーツ運動だろ結局なんだわ結局はトレーナーはい、はい、ありがとうございます。メールいただきました。高橋さんありがとうございます。1つ目、担任の先生はどういう方ですか？じゃあまずリュートから。担任の先生は身長がでかくて名前あ、テルヤ俊太先生。あ、同じクラスいる、この中に。はい。あ、マサヤくんが同じクラスだそうです。丸坊主の背が高くて眉毛が濃くていちいちうるさい先生今やそれ。あと、クマムシに似てます。あー、似てる似てる。クマムシって芸人さんだよね。そう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 。芸人です。じゃあ芸人じゃない、芸人じゃ、先生あと2組の何カンタ、まあ一応カンタ、カネシロカンタに似てます。結構以上。はい、次リクト君。サッカーができる。名前名前なんだっけ。伊礼ゆうき先生です。あ、他に後ろのクラスにいますか？はい、成人くんです。サッカーができます、先生が。ああ、コーンですね。彼女が8人いるそうです。やばいな。それはやばいな。八番。何組何組？6組です。あ、じゃあ次ヒノンくん。あ、3組です。じゃあ担任の。お前が何組か聞いてないわ。下條啓太と今。下條啓太先生って言います。どんな先生ですか？英語を教えています。おお。他にはとてもいい先生です。ないわそれ以外に。思いつきません。純正くんと同じクラスなので純正くんに聞いてみましょう。はい、まあ優しい先生です。はい、はい、はい、以上です。さっき俺が言いました。あ、じゃあ2つ目の質問で、好きな女の子を教えてくださいだそうです。おお、言うとったら言え。ノーコメントで。まさやくん。まさやくん。あ、名前じゃあタイプ、タイプ、好きな女の子。は、名前え、じゃあゆうい、うん、タイプは、え、今の彼女みたいな人です。おお。純正は、まあ髪が黒くて長い人がいいです。おお。次マスワケ。ナリト君。今の彼女みたいな人がいいです。おお。さっきないって言ったけど、あれ、だからどんな人は彼女。どんな人何部名前も言っちゃえ。それは無理。はい、じゃあ次リキトさんお願いします。優しい人がいいです。おお。以上です。リュウト、リュウト君。まあ俺もノーコメントにしときます。ダメでーす。あれれ名前いける、言うわけない。いるんですか？じゃあいるんですか？あー、大丈夫。今先生いるんで無理だそうです。あ、そうです、先生いるんで無理です。ありがとうございます。じゃあ、ございます。宣伝しましょうか。はい、あと2分で終わり。
終わりました。早っ。じゃあここで少し告知の方を入れたいと思います。ギノワンオープンスクール2016、みんなを笑顔にしたい人大集合、芸能人と一緒にステージに立とうということで、開催期間が11月19日土曜日、20日日曜日に行います。小中学生限定100名で行われます。参加費は無料です。 T シャツを全員にプレゼントします。会場は宜野湾市立羽衣小学校です。どんなことを行うかというと、芸人さんが来て、お笑いを学んだり、サッカーでは、アビスパ福岡井原なんて言うんだ監督が来てサッカーを教えてくれたりします。来てください。どんどん応募してください。お問い合わせは宜野湾市観光振興協会か、宜野湾市役所までお願いします。どしどしご応募ください。お願いします。お願いします。お願いします。さあ、ではあっという間にもうエンディングの時間なんですけれども、ちょっと一言誰か代表して感想をいただきたいなと思います。誰がいいかな。司会のひのんくんお願いします。はい、お願いします。大丈夫大丈夫、いけるいける。まさやくんがやるそうです。あ、じゃあお願いします。感想感想と、あれ3日間でラジオやらんといけんかったから難しかったけど楽しかったです。はい、よかったです。ありがとうございます。今後も学校生活あと頑張ってください。はい、はい、じゃあ最後にみんなでリスナーの皆さんにさようならと手を振っていただきたいなと思います。あっちの、あっちさよならとか、このバイ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 。あ、まだ映ってる？はい、まだ映ってますよ。すげえ。クワックはいけたな。時間が案外すごかったんだから、よ、めっちゃ楽しかった。もう一回ラジオやりたい。